はい、こちらはね、大網白里市の、大網セブンイレブンのね、大網店ですね。今日は、ここからですね、コメントをいただいた大網のね、ロッキングスイート、ロッキングスイートブラックキャットさん、焼き菓子とかをやってるお店らしいんですけど、そこにね、ここが美味しい、そして可愛い子がやっているという情報がありましたので、私もね、焼き菓子は好きですので、可愛い子ほんま食べじゃないですか、焼き菓子が食べたくてやってまいりました、ブラックキャットさんってことなんで、私の方もね、気合を入れて上着とね、マスクの方もね、ブラックにしました。これで私もね、ブラックピンク、ブラックポーク、漆黒の豚、食えない豚、ただの豚、この道をね、が一番分かりやすいはずなんですよ。他にもいっぱい道はあるんですけども、こちらの道、さっきのね、大網セブンイレブンの大網店さんから入ると、このまま道側に行けばね、そのブラックキャットさんに、ね、着くはずなんで、このまま行ってみましょう。一応ね、キャットっていうと、私がね、パッと思い浮かぶのは、トムキャット、Don't stop the music ってやつですね、あとはクレイジーキャッツ、ちょっと言われてその気になってっていうやつね、あとはストレイキャッツっていうね、アメリカのロカビリー、ロカビリーの人、今回のねキャッツは、美人だったことなんでね、キャッツ愛的なようなので、いらっしゃいというわけはないと思いますけど、とりあえず行ってきます。はい、それじゃあね、食べてみたいと思います。ちょっとね、食べやすいように先に袋から開けときました。一つ一つこのように、個包装になって、こう乾燥剤
出すか何ですかというもので、あと真空パック的なものになってたので、このフェナンシェとかね、これマドレーヌとかはなってましたので、日持ち多分結構すると思います。それじゃあね、私好きなフェナンシェからいただきます。これはねコーヒーフェランシェですから、ほんのりコーヒーの味がして、それでね、意外に甘いのかなと思ったら、そんなにほど甘みを感じないですね。甘みは感じないって、甘いんですけど、美味しい。なんだろう、あっさりしてるって言われるんだろうな。でも上品な甘さっていうんですかね。すごく男の人でも食べやすいですよ。甘すぎないですね。いい感じだと思います。ちょっと、で、これが、マドレーヌ。貝の形をしてるんですね、ここに。じゃあちょっと食べて。これも美味しい。そうだ、本当に思った以上、思ってたのより甘くない。甘くないっていうか、男の人には非常にいいと思います。で、女性の人も、しつこい甘さっていうのじゃないですね。本当に上品。びっくりしたら、作ってる人がすごく若い人なんで、もっと甘いのかなと思ったら、いい感じの甘さですね。本当に。この猫ちゃんね、かわいそうだから、ケツの方からいくか。クッキーも普通に美味しいですよ。美味しいですよって。結構、若い人で、しかも名前が、ロッキングスイーツ、ブラックキャッツ。だから、もっと甘いのかなと思ったけど、想像以上にね、そんなに甘すぎず、非常に美味しいですね。で、これは、私が行ったのも、お店のね、作ってる方、まだ30代前半とか若い人なんですけど、どうして知ったんですかっていうことで、自分でこういう YouTube やっててコメントいただいて、なんか焼き菓子が、おまみでね、焼き菓子の美味しい、お店で若くて綺麗な人がやってるっていうから行ってみてくださいってことで言われたから来ましたって言ったらね、もう非常に喜んでました。嬉しいっていうのをね、2回ぐらい言ってましたね。だから私にコメントくれた方、嬉しいって言ってましたよ。どんな人ですかって言うから、わかりませんって言っておきましたけど、なかなかね、綺麗な方でした。このお店ですけども、普段は、これまではね、インターネット販売とか、それとか、イベントとかで、そういうところに出てるのがメインだったらしいんですけども、やっぱりコロナの影響で、こういうイベントごととかがなくなってしまったので、やっぱりね、地元で、やっぱり、来ていただければってことだったので、ぜひともね、行ってみてください。私のね、キャッツ逮捕だっていうので笑ってましたけど、よく考えたら、知らない世代かもしれないと、合わせて笑ってくれたんかなと。一応そういうことなので、近くにね、行きましたら、このね、ロッキングスイーツブラックキャッツキャット、ぜひね、行ってみてください。それではさよなら、バイバイ。